こんにちは。いつもは有益な情報を感謝しております。私は幼い頃に両親から落ち度や欠点を細かく注意される生活を送っており、学校の成績に限られた提出物の字の綺麗さ、姿勢や生活態度など自分が把握できる以上の指摘を毎日受け、時には親が感情的になり暴言や暴力を受けたこともあります。また全科目で最優秀成績をとってもこの程度で上昇に乗るのはもっと別の努力をしろなのと、主に同級生から嫌味を言われたこともあり、今なおは何しても他人は不満をぶつけるものとの考えが頭に浮き、一切の行動がこうなっていることがあります。何か心理面で改善策があれば教えてくださいということです。あ、これ他人に否定されて育ってしまったというね、人のですね、お悩みだと思うんで、おすすめはもうこれはもう一個しかないですね。自分で自分のことを認めるという練習をしましょう。結局ね、他人で認められて、認められることをベースに育った人も、他人に否定されて育った人も、同じ末路が乗るんですよ。他人に否定されたりとか、他人に褒められて褒めてほしいって方向に進んだ人間もそうなんですけど、結局ね、自分で自分のことを認められなくなるんですよ。他人に褒められる、先生が褒めてくれる、親が褒めてくれる、大人が褒めてくれる。で、こういうのをですね、いわゆるこう、目指して育った人って優等生になるかもしれないです。でも、優等生ってさ、大して面白いビジネスしないし、なぜか人としてあんまり成功しないんですよ。なんでかっていうと、誰かが褒めてくれる、つまりみんなが理解できるような、理解できる範疇、大衆が理解できる範疇の行動しか取らないから、優等生にはなれるんだけれども、大きな成功はつかまないんですよ。他人の敷かれたレール、他人評価されやすいレールの上で生きるんで。で、一方で、他人否定されなくて育った人ってのは、否定されるのが怖いから、同様に周りに否定されてないかなってことを考えながら生きるようになるわけですよ。この今相談者さんがそうだと思うんですが、どっちの人生を辿っても、他人の人生を生きてるんですよ。人に評価されるための生き方、あるいは人に批判されないための生き方、結局自分がどう生きたいのかってことはそこにないんですよ。どっちに行ってもだから、どっちに行っても不幸なんですよ。唯一できることは、いろいろ人に認められない時期もあるし、後ろ指刺されたくないって時期もみんなあるんですよ。みんなあるもんなんだけれども、最終的には、あ、これでいいんだ、自分はこういう生き方をしたいと思ってるんだ、自分がね、今思った通りにこういう風に進んでるんだっていう風に、自分で自分を認められるようになる、自分に優しい言葉をかけて認められるようになる自己肯定感というか、セルフコンパッションという風に言うんですけど、心理学だと、それを鍛えるのが一番大事なんですよ。で、こうすると自分の行きたい道に行けるんです。人に左右されないで自分を保つためには、自分で自分を認める方法を学ぶしかないんですよ。その方法がセルフコンパッションなんで、自分で自分を認めて初めて人は自由に生きれるので、みんなお金の自由が欲しい、時間の自由が欲しいって言いますけど、この両方もね、あるいは片方すら手に入らない人間はどういうタイプかっていうと、簡単ですよ。他人に認めてもらいたいっていうふうに思ってる人、あるいは他人に否定されたくないって思ってる人、この人たちは一般大衆とかどうでもいい人たちに自分の人生を振り回されるんで、いつになっても自分を保てないから自分の人生歩めるはずないですよね。切り抜きいかがだったでしょうか。この動画の概要欄の方から、今なら僕が作った D ラボ動画配信サービスですね、の無料の体験リンクと僕のオーディオブックが無料で弾けるリンク入ってます。よかったらぜひチェックしてみてください。さらにチャンネル登録のもお忘れなく。それではバイバイ。